今ですね、青梅警察の方が、交通整理をしております。はい、いやー本当にですね、深夜早朝、危険ですよね。特にですね、この西多摩地区、青梅市地区、大型ダンプカーものすごいスピードをね出して、走ったりするんですよね。本当にですね、注意してですね、周りのドライバーの方もですね、ハンドルを握っているという状況もございます。今現在ですね、土曜日で、もう朝の6時を回っていますので、そろそろですね、奥多摩方面へツーリングにね行かれる方も、出てきております。はい、もうしばらくしますとですね、この状態が続きますと、渋滞が発生するのではないかなと思われます。はい、いやー大型ダンプカーがですね、今どうでしょうか、牽引できるような状態になったのでしょうか。今エンジンかけましたね。大型ダンプカーをですね牽引できるレッカーというのもなかなかですね、ないんですよね。所有している会社もございません。ですからですね、事故処理等もですね、大型車両はですね、事故や故障してしまった場合はですね、なかなかですね、牽引できるということもできません。ですから事故処理が遅れてしまうということもございます。はい、はい、事故には十分気をつけましょう。はい、現場から以上でございます。街を良くすると補正でございました。